こんばんは。実は最近日本酒も飲み始めてる。下町のワイン番長、This is その福祉です。うちの会社にですね、もともとお取引先だったですね、日本酒とか和酒を専門にやってる業者さんの担当営業さんが実は1年以上前から入社してて、ちょうど本当ね、ここ最近から日本酒の展開っていうのも実は増やしてるんですけども、でそんな中で日本酒の試飲っていうのをすごいね飲ませてもらってたんですよ。でその中で1、2ヶ月で20本ぐらいかな飲んでる中で、今まで日本酒の好みって何って言われたら、すごいベタで申し訳ないんですけど、濁り酒、どぶろくって言われてるやつとか、原酒、いわゆる日本酒でも水を薄めてないで火入れをしてない生原酒っていうのが生酒って言われてるのが好みだなと思ってたんですけど、いやいやそんなことなかったと。いろいろ飲み比べてて、香り系って言われる純米大吟醸とかね、結構爽やかで酸が出るような日本酒が僕は好きだなっていうのを最近気づいて、やっぱね飲み比べると分かりやすいなっていうので、実は月に1回ぐらい日本酒の試飲会っていうのもやろうかなと思って始めてますんで、ぜひご興味ある方は無料でやりますんでご参加いただければと、はい、でそんな中でも2本すごいねいいなと思ったのがあって、その1本です。これ見てさ、ワインナチュールワインと思った人絶対いると思うんですよね。ナルトタイレッドっていうね日本酒なんですよ。簡単にテクニカルを説明すると、産地がですね徳島です。オール徳島で作られてます。でお米が阿波市場山田錦っていうお米を使ってて 100% です。で精米具合が 58%、 58% なので純米吟醸酒、純米吟醸になります。でアルコール度数 15%、 おそらく加水もして火入れもしてるタイプ、いわゆる生酒原酒じゃない、生原酒ではないってことですね。レッドって言われてますけど、レッド夢酵母っていうのを使ってるみたいなんですね。そのレッド夢酵母からつけてナルトタイレッドってなりますよね。酵母っていうのを徳島の県立の工業技術センターさんが開発したみたいなんですよ。でいわゆる美味しくね楽しめるような新たな酵母見つけたっていうことで名前にも出てて、こういう720ミリのね日本酒っていうのもアルマサさん登場以来だいぶ増えてきたと思うんですけど、で酵母ってねちょっと話出ましたけど、日本酒って結構僕もすいません資格も持ってないんで個人的な主観になっちゃうかもしれないですけど、酵母で結構やっぱり味わいがすごい変わるっていうのがあって、だから日本酒の味わいなんだろうって言った時にデータとしてお米とあと産地ですよね、あとは火入れしてるかしてないか、最後の酵母を殺すのが火入れっていう、加熱して酵母を殺すのを日本酒ってするんですけど、それがしてないと生酒になる、してないと普通の日本酒になる、あとはカス、あとは酵母なんですよっていうぐらいにやっぱね重要と。なんでワインっていうと酵母ってあんま言われてないかっていうと、基本的にワインって果物とかもそうなんですけど、もともとねワインをこうやって潰して放置しておくと自然に発酵するっていうぐらいブドウに酵母っていうのがいるらしいんですよ。で基本的にナチュール系とかね、もちろん天然酵母を使ってるって言いますけど、同じ畑にある酵母を使ってる。で僕もちょっと生産じゃないんで分かんないんですけど、もしかしたら大手さんに行くと酵母も買って入れてたりとかする可能性もあると思うんですけど、基本的には同じ畑の酵母、自然でできてる酵母を使うと。お米になると日本酒ってやっぱ米が原料だと思うんですね。基本的にやっぱ酵母っていうのをね、もちろん天然酵母使ってるのもあると思うんですけど、継ぎ足すとそれで発酵させる。ワインとブドウと果実酒と違うっていう、まあその違いっていうのをちょっとね頭に入れてもらえれば面白いかなと思います。いわゆる僕がねこれ紹介するぐらいだから、ワインっぽい日本酒何って言ったら、酸がねすごいね効いてる日本酒だったんですよ。だからねちょっと紹介したいなと思って、味わい的にワイン、いわゆる白ワインに合わせる食材とかに絶対合うっていう味わいなんですよ。酸がしっかり効いてるからねっていうぐらい、このレッド酵母っていうのがうまく働いてこの味わいって出してると思うんで、はい、日本酒はねちょっとワインと違って色合いっていうのはなかなか分かりづらい透明なんですけど、ちょっと黄色がかった感じのニュアンスですね。米のね、すごい綺麗な、爽やかなニュアンスが透き通ってきます。
重すぎず、アルコール度数 15% あるからボディはあるんだけど、綺麗な山田錦のお米のニュアンスっていうのに、やっぱ吟醸香って言われてる中で雑味がまずない。で、その中に終始酸がすごい乗ってる感じなので、ワインでいうとですね、ボルドーのセミオンで、キフワインと辛口を足して2で割ったような甘辛度っていう感じですかね。めちゃくちゃ綺麗な甘さっていうのが出てる感じで、いいお酒ってやっぱこういうお酒なんだなっていうのがわかる。で、これこの1000円台で買えるので非常にいいなと。で、これね、飲んだ瞬間に絶対これと合うだろうなと思ったんで、これからこれと合わせてみたいと思います。これっす、生ハムメロンに合わせます。で、普通にね、生ハムメロンですからね。今日は3人いるんで、一応これで種は取りの、これでさらに乗せました。今イタリアの生ハムは食べれないんで、ハモンセラーノですけど、スペインの生ハムを、これをちょっとでかいかな、半分にしてペロンとつけてね、ペロンとつけてね、ペロンとつけてね、にちょびっとオリーブオイルも垂らして、これでいっちゃいたいと思います。これでいってみますよ。こんなん買ってくればね、1分もかからず作れますんで。子供の頃生ハムメロンって理解できなかったんですけど、大人になったら楽しめるって大人の醍醐味だなと思います。いってみます。マジ同調のマリアージュです。生ハムなくてもメロンだけでも合うと思う。もうね、ほんとメロンって表現したんですけど、ほんとにね、メロンみたいな日本酒合いますよ。やっぱ塩味があった方がいい。生ハムメロンと合わせてほしい。オリーブオイルにも合うね、日本酒って最高っすよね。ワインソムリエがおすすめするナルトタイレッド2枚橋店に売ってます。乾杯。